どうもこんにちは、しゅんじです。今日は恐竜の形をしたチョコレートを作りたいと思います。こちらクラシエさんから出てますチーク菓子、チョコレートで美味しく学べる食べる図鑑恐竜編です。新しい商品ですかね。箱がすごいかっこよくてね、恐竜がいっぱい載ってますよ。ステゴサウルスにティラノサウルスとかね、こうずらっとね書いてて、この中のどれか2体が作れるみたい。パナサウロロフスと、あとテリジノサウルスにスピノサウルス、トリケラトプス、この6種類の恐竜の中で2体入って作れるんですかね。で、型は全部で3種類となってるようですね。ここに限定ウェブでバーチャル研究って書いてますね。チョコを固めて観察で、ヒントを見ながら復元、こうね、バラバラのパーツをこう合体させて恐竜をね完成させることができるようですね。ウェブで恐竜に詳しくなろうって書いてますね。めちゃめちゃ楽しそうじゃないですか。はい、で、くるっと回して横はこんな感じで、で、用意するものはですね、50度くらいのお湯、お湯を入れる器、あとハサミとお皿って書いてます。で、入っているものは袋を開けて中身を全部取り出します。袋は切ると恐竜シートになるよって書いてて、その上でお菓子を作ってねって書いてますね。チョコ、2袋、あとクランチも入ってるんですよこれ。で、トレーでしょ。で、復元トングに恐竜シートが入ってるようですね。結構いっぱい入ってる。で、トレーと恐竜シートはそれぞれ3種類って書いてますね。ね、トレーにシートどんなのが入ってるのかすごいね、楽しみですね。はい、で、後ろには作り方が書いてあるんですけど、多分そんなにね、難しくないと思うんですよね。料理とか全くできない僕とかでもなんか作れそうな感じ。電子レンジとかもね、いらないんですよ。溶かしたチョコをね、この型の中にね、入れるだけなんで、あとクランチを入れて冷やすだけなんで、多分簡単にできると思います。失敗したらごめんなさい。前にね、似たようなやつね、失敗しちゃったんですよね。はい、あとチョコを取り出して学ぼうって書いてますね。では開けますね。はい、開けて、なんか、すごい可愛らしい、点線に沿ってハサミで綺麗に切ってねって書いてます。何これ、大きな牙って書いてる。で、アヒルのようなくちばしに長いトサカ。これが今回入ってるやつかな。パラサウロロフス。名前書いてる。で、背中に大きな板、小さな頭。もうこれすぐわかりますよね。ステゴサウルスですね。あと、他にもあるな。あれ、どれが入ってるかまだわかんないのかな。カットしますね。はい。点線沿ってカットします。ね、中に入ってるのを取り出して、はい、こちら、チョコですね。チョコが2袋。はい、2袋入ってて、あと、いいね、僕の好きなクランチですね。クランチが入ってます。で、あと、作るトングですね。トングが入ってました。これ、組み立て式になってますね。番号が書いてあって、1の線を山折りにします。はい、山折りにしますね。で、2の線を下にして、谷折りにします。2の線、ここだ、これだ、これだ。2の線を、はい、下にして、谷折り。間違ってたらごめんなさい。で、3をこうかな。折っちゃいます。トングできましたよ。ちっちゃいトングできました。アヒルのくちばしみたいなね、形になってます。はい、中に入ってたトレーなんですけどね、こちらですね。何の恐竜だろう。僕の好きな恐竜ですね。これは結構わかりやすいかも。で、あともう一体が、背中に板のある恐竜ですね。早速ね、恐竜チョコ作っていきますね。お湯用意してきました。マグカップがね、ないんですよ。ちょっとないから。はい、このグラス使いますね。で、こちらのチョコレートを入れます。入るかな？結構ね、この袋大きいんですよ。しかも50度になってるかがすっごい微妙。入りました。入った。注意書きでね、やけどに注意って書いてますね。お湯熱いですからね、結構ね。ね、意外と5分ってね、長いですよね。今回トレーの形なんですけど、こちらですよね。ステゴサウルスと、あと、僕の大好きなこちらですね。スピノサウルスの2種類になってましたね。いや、楽しみです。ちょっと横に置いておきますね。はい、そろそろ5分経ったかな？柔らかい。もう大丈夫だと思います。はい、では取り出して、ここに折り線があるんで、折ります。この辺でね。はい、折って、チョコをグッと押してね。はい、この辺で折って、折って、で、カットするところがあるんで、ここをね、カットします。
急いでカットして、よいしょ。はい、ではね、チョコレートを絞り入れます、トレーに。あ、出てきた、出てきました。おお、すごい。こうはみ出さないようにね、できるだけ綺麗に入れたいですね。あ、ステゴサウルス結構使うな、これ。どれぐらい入れたらいいんだろう。これいっぱいいっぱい入れた方がいいのかな。うわー、結構なくなっちゃう。で、小さい、これなんだろうな、魚かな。はみ出ちゃいますね、結構ね。はみ出ちゃうな。はい、2袋目ですね。いけました、入れれましたよ。はい、で最後クランチをね、これかけますね、ここに。かけすぎた、あそこ。ごめんなさい、僕間違えてね、先にクランチかけちゃった。あのね、10回トントンしてからクランチかけないとダメだったみたいです。クランチ落ちちゃいますもんね。いや、美味しそう。ではね、こちら、冷蔵庫だと、約20分。で、冷凍庫だと10分って書いてますね。では、冷やしていきます。チョコレート冷やしてる間にシートの準備します。この、点線に沿ってハサミで綺麗に切ってねって、このさっき、上カットしたんですけど、今度下をね、カットします。で、くるっと回して、この後ろもカットするところがあるんで、ここをね、チョキチョキとカットしまして、端っこのいらないところカットします。はい、開けるとね、こちらです。いや、かっこいいシートですね。これ真ん中誰がいてるんだろう？ちょっとわかんない。トリケラトプスですか？なんかね、吠えてますね。で、上にはプテラノドンかな？がいてる。で、周り、さっき見たんですけど、周りにね、こう恐竜がいて、で、今回入ってたのが、ステゴサウルスと、スピノサウルス。さあ、後でね、この、取り出した、チョコをね、この上に乗せたいと思います。で、左下に、あ、この魚みたいなやつ、これ、ノコギリザメかな？なんか、いてますね。はい、こんな感じ。あと、葉っぱもあった。残り、これはなかったような気がするんだけど。そろそろね、チョコレート固まったと思うんで、取り出してきます。あ、すごい、ちゃんとね、固まってますよ、これ。で、さっきね、持ってくるとき、途中ね、落としちゃったんですけど、大丈夫、割れてません。危なかった。ではね、チョコレートの方取り出しましょう。一番くじでゲットしたお皿の上に乗せますね。わぁ、怖いな。パキッといかなかったらいいんだけど、よいしょ。おー！綺麗！めちゃめちゃ綺麗な形してる。はい。では、スピノサウルスと、こう、ちょっとね、こう、ステゴサウルス分けましょうか。持つとね、溶けるんで、このお皿の上で見ていきますね。はい、こちら、スピノサウルスです。わかんないよね。バラバラなんでね。で、ここに葉っぱがあるんですけど、これ、横にずらして、ちょっと形作りますね。はい、はい、あ、シートの上に広げたらいいかな。シートの上に広げましょうか。はい、スピノサウルスのこの型の上にね、チョコレートを置いていきます。まずね、尻尾ですね、そっと。おー、あ、この、イラストよりだいぶチョコの方が大きい。尻尾の大きさが全然違いますね、これね。で、体。はい、体をセットして、で、最後、頭ですね。はい、頭を乗せます。これでスピノサウルスのチョコレート完成です。いや、めちゃめちゃかっこいい。はい、長い頭に、ちゃんとね、これ歯もあるんですよ。で、ここが目かな。で、二足歩行かな、これ。二足歩行のスピノサウルスになってそうですね。背中のところには特徴的な歩ですね。アニアのこの四足歩行の時のスピノサウルスの歩の形となんか似てる気がする。後でちょっと見比べますね。で、後ろの長い尻尾ですね。ヒレのような尻尾って書いてましたよね。はい、こちらとなってます。で、こちらちっちゃい葉っぱですね。かわいい、食べやすそうですね。はい、こちらアニア四足歩行のスピノサウルスなんですけど、歩の形めっちゃ似てますよね。うん、なんか同じじゃないかなって思っちゃうぐらい似てます。最近出た二足歩行のこのスピノサウルスの歩とはちょっと形がね、違いますね。ね、思ってたより、このスピノサウルスのね、サイズが大きくて、またね、綺麗な形になってますよ。本当にかっこいい。では次はね、ステゴサウルスを、組み立てますね。まず胴体部分ね。はい、下に置きまして、尻尾から行きましょうか。はい、尻尾をセットして、はい、で、最後、小さい頭です。前にセットしたら、スピノサウルス完成です。
で、ちっちゃいこれノコギリザメかな、何かわかんないんだけど、こちらを下に、あ、上に置いときますね。ステゴサウルス完成です。ステゴサウルスもね、形いいですよ。ちゃんとね、この、頭の、後ろのところから、特徴的なこの板が生えてるんですけど、板もねシワシワとなっててね、かっこいい形になってるんですよ。で、尻尾の先端にはスパイクですね、トゲがありますね。で、体のところ、この後ろ足すごいね、もこって膨らんでて、すごいがっちりしたね、足になってますよね。で、体のところもシワシワになってて、この辺のね、造形というか形がめちゃめちゃリアル。で、あとちっちゃいのですね、これなんだと思います？ノコギリザメとかかな、わかんないんだけど、なんか先っちょがね、ぐっと伸びてて、こうノコギリみたいなね、形になってるんですよね。いいですね。シート大きいからね、あの2体の恐竜のチョコレート乗せても、まだね、だいぶスペースありますね。はい。で、最後にですね、そう、組み立てたら QR コードから、恐竜について詳しく調べてみようって書いてあってね。そう、箱後ろにも書いてるし、あと、このシートのところ、ここにも QR コードがあるんで、では読み込ませます。なんだろう、読み込み中ってなってて、美味しく学べる食べる図鑑恐竜編っていうのがね、出てきました。え、これどうなるんだろう、こう。動かしてなんかやんのかな、ちょっとわかんないんだけど、あー、これで勉強できるってことかな。はい、中生代とかね、あと、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀、現在って書いてあったりね。はい、こんな感じで恐竜のことを勉強できるようになってます。ティラノサウルスが書いてますね。で、今回出たのがスピノサウルスなんだけど、次行くと多分いけると思うんだけどな。あ、出てきました。はい、今回組み立てました。スピノサウルスですね。はい、こんな感じでこうね、スピノサウルスのことが、解説を見るっていうのを押すと、なんかね、詳しい説明書きがね、おー、すごいね、これ。口、頬、後ろ足、歯、前足ってね、書いてあって、これ多分タップしたら、こうね、説明書きが、おー、出てきました。こんな感じで。ね。うん、詳しくね、学ぶことができるようになってて、いや、面白い。はい、今回ね、美味しく学べる食べる図鑑恐竜編を使って、恐竜のチョコレートをね、作ったんですけど、めちゃめちゃ簡単でしたね。溶かしたね、チョコレートをトレイの中に入れるだけなんで簡単にできて、そう、作る楽しみに、あと食べる喜びに、あとね、ウェブで恐竜について学べるようにもなってて、この商品はね、かなり楽しめるようになってますね。またね、このトレイの、恐竜がね、どんなのが入ってるのかっていうのがね、わかんないのがね、面白いですね。またよかったらぜひね、作ってみてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。